社なんで結構有名な、いろんな施設もあったりとか、なんか遊ぶところがあったりとか、あのなんか手がこうなってる、まあ、Vlog に上がってるかと思うんですけど、そこに行くのでそこで映えるメイクやっていきたいと思います。とりあえずやっぱ派手に行きたいよねっていう。ベースはしっかりアネッサの日焼け止め、アネッサのブライトニング UV ジェル N で、これトーンアップ買いました。日焼け止めはトーンアップが好きなので、アネッサのトーンアップ買っちゃったよね。このね、これしっかりトーンアップするから、最近はこれでよくもうベースとして塗ってます。今日めっちゃいいお天気なので、しっかりベトナムに来て今年一汗かいてるんで、ね、汗で崩れるのも嫌なんで、ちょっとベースは軽めにしたいけど、日焼け止めとかでしっかりトーンアップさせて土台を作ります。よく使ってるルナのロングラスティングコンシーラーの 1.5 番、目の下とそして赤みあるところ、昨日来て2日目かなんだけど、ここら辺のホテルに泊まってるからかもしれないけど、なんか周りも海鮮の料理とかめっちゃあって、今日の夜食べようかなって思ってるんですけど、木とかヤシの木みたいな建物がね綺麗。ここら辺パッと見すごい綺麗な、なんかハノイはどっちかというといろんな昔からの建物だったりとか、ちょっと味のある建物なんて言えばいいの、ザ・アジアみたいな感じの年季の入った建物とかもいっぱいあったんだけど、ダナンはそこまでないかも。まあ変わらずバイクの量はすごいけど、バイクの後ろちょっと乗ってみたいんよな。コンフィクリアフィッシュパウダーです。ちょっと普段パウダーは私あんま塗らないんだけど、乾燥しやすいから、ここはちょっと湿気が多い。じゃあシェーディング、ウェイクメイクのミックスブローシェーディングです。01番、私はやっぱりがっつり鼻筋は入れない方がいいっていうのが分かったので、ここら辺から最近は入れるようにしてます。で、眉毛はサナエクセルパウダー&ペンシルアイブロイ X の PD07 番。最近眉サロンに行って眉毛を整えて、あと色もちょっと薄くしてもらったんで、これ1本で終わらせてます。すっぴんだと眉毛がめっちゃ薄くなって見えるから、すっぴん感強くなるけど、すっぴんなんてねみんな薄いから。今まで移動してるのタクシー、遠いところはタクシーで移動してるんですけど、普通にこう手動で手上げて止めてたんですけど、タクシーって結構こうぼったくられたりとか多いらしいので、調べて緑色のタクシーか、なんか白に赤のこう線が入ったタクシーがいいよみたいのをネットで結構書いてたので、その2つをめっちゃ探してたんですけど、緑のタクシーはもうたまに来るかなって感じで全く捕まらなくて、グラブっていうなんかタクシーアプリがあるみたいで、それを使ったらスッて捕まって、グラブはタクシーの運転手じゃなくて、普通のなんかそのアプリを入れた人が迎えに来てくれるみたいな感じなんですけど、今のところいい人でいい感じに移動できてるので、グラブおすすめです。見極める力大事だなって、あのベトナム今回の旅行で学びました。あと変に入って言わないっていう私結構ね、分かんなくてもあーとかって言っちゃうから、それがダメだよって教わりました。愛想笑いしちゃうから、あーイエスイエスとか、おーワーオーとか言ったりするから本当にやめた方がいいです。はい、ちゃんと理解してリアクションするっていうのを皆さんも気をつけてください。アイシャドウ、デイジックのシャドウパレット10番と、私が好きなエチュードのプレイカラーアイズサンドヒル、一応この2つを持ってきたんで、これ混ぜながらメイクしていこうかな。コラル系の色なんで、差
し色でこの色を目尻にのせます。オレンジ、こんな感じ。結構がっつりめにこれを目尻下にものせます。こうがっつり囲んでるよねみたいな。いつもこの細い感じのね、こんな筆で目尻下やってるけど、ちょっとチップでしっかりやります。今日はラメに行きたいので、このデイジークのこの真ん中のちょっとゴールドっぽいラメ、眉下あたりからこの黒目の上くらいをキラキラにのせて、結構普段より気持ち多めにのせて、で涙袋メイクをやっていくんですけど、リアの15番と濃いめに、下目尻にアイシャドウ入れたじゃないですか、それを消さない感じで塗っていきます。だいぶ前に戻るけど、湿気が多いからフェイスパウダーもしっかり塗っていくって言ったんだけど、湿気のある時と乾燥してる時の差がすごくて、体感ね、ここ特に海近いから湿気多いんだけど、ま、お店に入ったりとか、あとなんか急にね、え、ここめっちゃ乾燥してるっていうところがあって、肌のメイクむずい。時は割とずっと湿気あるけど、急に乾燥したりとかするから、なんかね、顔カピカピしてんなとか全然あった。だからベースメイクはちょっとよくわかんない。ちょっと線も足します。Kパレットのマルチブルーミングアイで少しだけ線を足します。ピーピー、このデイジークのこの一番ちょっと白っぽいラメ、なんかまぶたにね白っぽいののせるとちょっと浮いちゃうけど、まぶたはゴールドっぽいラメで、涙袋はちょっと白っぽいラメ、白すぎると浮くけどベージュっぽいから、これメイベリンのハイパーシャープライナー RBK2 ソフトブラック、ちょっとグレーっぽい色です。最近は私のアイライナーはもうグレーが多いです。切れ長に描いちゃおうかな。ちょっと跳ね上げていい感じに、普段と違う感じになっていいと思います。こういう時に違う感じでやってみるのもありなんじゃないですか。持ってきたまつげはこちらのラインナップです。まず美容液のマジョリカマジョリカラッシュジェリードロップ EX プレミアム、その後にキャンメイクのクイックラッシュカーラーセパレート02番、あ、違うわ、4つ持ってきた、まつげアイテムを4つも持ってきた。私の最近好きな、ミルクタッチのオールデイロング&カールマスカラ、下まつげ用にこのミュードのインスパイアボリュームカールマスカラ01番塗っていきます。塗る前もそうなんだけど、マスカラ塗る前にまつげ美容器を塗っておくと、まつげをちょっと保護してくれる。まつげを乾かしてる間にチーク塗っちゃいます。クリオのプロブラッシャーパレットミュートペタル、いろんなチークの色したいなと思ってパレット持ってきました。まあでもちょっとアイシャドウが濃いのであんま派手にいかないんですけど、ここら辺の色、なんか服がちょっと可愛いので頬真ん中くらいに塗ろうかな。ちょっと目の下くらいかと、アコ先、このチークをちっちゃい筆で取って、なんかこの目の下、目尻下くらいにもちょっとこう乗せると、目とこの頬の余白が少なくなってる気がして、大長の方は特にチークの塗る場所とか大事だと思うから。ハイライトはディオールのバックステージフェイスグローパレット002番、ちょっと肌はツヤツヤにさせたいので結構しっかり、やばい、この朝日がいい感じにキラキラさせてくれてるよ、この顔を。私の顔がすっごいキラキラ。鼻の真ん中てっぺんと、間を開けてここら辺に、唇の上。ベトナムにいる時は前髪をもうほぼ、まあ、あるんですけど、若干分けちゃってるので、眉毛上も。よし、で、マスカラをちょっと塗っていきます。順番に。綺麗に、セパレートに。
口はちょっと分厚く、上唇を分厚くしていきます。さっきのチークを取って腕で上唇にちょっと口を膨張させます。ちょっとこの感じに分厚くなってセクシーな唇になる。ディオールアディクトリップマキシマイザーの039番、これ一本で結構でももうだいぶ色もつくし、可愛い色してるから可愛くない、この色。最近のオペラの新作、シアーオペラシアーマットリップスティックの04のブラウンを重ね付けして大人な感じも出していきます。ブラウンで押さえて、こうマットなんだよね。オペラのリップってツヤツヤなイメージ。これはマットが出たんですよ。めっちゃ可愛いからマジでおすすめ。ちょっと最後カラコンつけますね。やばい、なんかタイムリミットされてる。何これ、ちょっとカラコンだけつけさせてください。はい、メイクが完成しました。髪の毛もいってきます。でーん、完成しました。見て、やばい、久しぶりにこういう髪型したんだけど。2つずつ3つ編み作ってみたいな髪型なんか流行ってるじゃん。いや、ちょっとやってみたんだけど、なんかちょっとさ、めっちゃ子供っぽくない？服と相まってさ、相まってるかな、相まりすぎてめっちゃなんか子供っぽいくなったんだけど、まあ、日本じゃやらないし普段やらないなと思って、こういう時にやろうかなと思って、久しぶりにこんな感じでやってみました。ちょっと面白くない？なんか妖怪みたいな。なんかいるよね、こういう昆虫とかも。また今日はダナンのバンナヒルズに行ってきたいと思います。ぜひ Vlog の方も見てください。じゃあ行ってきます。バイバーイ。ひとえに恋してひとえに愛して可愛い口は